それでは線形代数1の第8回の授業を始めます。前回のまとめです。前回は主にその行列の回数、ランクについて学びました。まず列基本変形という変形に基づいて、行列の回数標準形というのを求めまして、でその回数標準形っていうのはその与えられた行列に対して1に定まりますということをやりまして、そのことからその行列のランクという例をですね、定義しました。でそのランクを使ってですね、連立一時方程式の解の存在ですとか、それから解の一位性といった性質を、このランクの言葉を使って表すということを行いました。そして最後の方では、行列式の導入について紹介を行いました。はい、それでは今回の内容ですけれども、置換というですね、ものについて、今日は説明していきます。教科書のセクション 3.2 です。教科書のページ数で言いますと、65ページですので、そちらから見ていってください。まず置換とは何かっていうことなんですけれども、ここで考えるのは集合ですね。オメガって書いてますけど、1から n までの自然数の並べた集合を考えます。そして、このオメガの元っていうのはこの1から n までの数字ですね。この数字 i から数字 j への対応付けっていうのを考えます。で例としまして、例えばこのオメガがですね、1から5の数字の集まりとしましょう。でこの時に、例えば1に対して2を対応付ける、2に対して5を対応付ける、3に対して1を対応付けるという、こういう対応を考えるわけです。これのことを、この対応のことをシグマというふうに記号をつけて表します。これがまず置換と呼ばれるものです。で、この置換を何に使うかっていうことなんですけれども、この後でやります行列式の定義に使います。で、行列式というのは、その行列のですね、各成分を各行と各列から1個ずつ選んできて、かけたものの和で表されます。例えば、こういった 3×3 の行列があると、その1行、2行、3行から1個ずつ成分を選ぶ。かつ、第1列、第2列、第3列からも1個ずつ選ぶっていう形で、今、赤枠で囲ったようなパターンで、こう、成分を選んで、こう、かけるんですね。で、この選び方のパターンっていうのは、たくさんいくつかあるので、そのいろんな選び方で、こういうふうに、その行列の成分をかけたものをどんどん加えていくと。で、それが行列式の定義になってます。で、ここでポイントなのはですね、この成分の選び方によって、この積の符号をプラスにしたりマイナスにしたりするんですね。で、そのマイナスっていうのは結局マイナス1をかけるってことなんですけども、その成分を選んだときに、それにマイナス1をかけるかかけないかっていうのの判断の基準に、これから今日説明する置換というものを使います。ということです。で、まずその、置換がですね、その数学的にはどういう性質を持つものかということを、まず順番にこう紐解いていきたいと思います。まず、ここからちょっと抽象的な話にもなるかもしれませんけれども、数学リテラシーで写像という概念について習ったと思います。実は数学リテラシーで写像を習ったりした理由はですね、こういうところで活用するためです。ですので、皆さん、数学リテラシー履修した人は、ちょっとその時の定義も思い出しながら聞いてください。まず、シグマは写像ですね。写像って何かっていうと、任意の数字 i に対して、ある数字 j をですね、ただ一つ対応づけるものです。で一応、これは写像の定義がありまして、a と b を集合としたときに、f が a から b への写像であるとは、その、F がですね、この F によって、この任意の A の元 i から B の元 j をただ一つ対応づけられるということで、これをその A から B への写像 F というふうにこう表すわけです。で、抽象的に言われると、なかなか実感が湧かないので、こういうときにどうすればいいかっていうと、例題を考えることをお勧めします。例えば、どんなものが写像か、どんなものが写像でないか、というのを自分で作ってみるんですね。で、ここでは、写像ではない例というのを一つ挙げてみました。これ、オメガからオメガ
ですね、この1から5への数の集合から1から5の数の集合への対応を一つ考えてみたんですけれども、さあこれがなぜ作乗ではないかというと、例えばこれは左側から右側への対応だから、左側の例えば1だったら1に対して右側の数字はただ一つ対応させなきゃないんですよね。ところがこの対応ではこの左側の1に対して右が1、2とかっていう対応になっているから、こういうのは作乗とは呼びません。こちらの例えば左側の2に対して右側5っていうのを一つだけ対応させるというふうにしたものが作乗です。まず作乗か作乗と作乗でないものの区別をつかんでおいてください。で次の性質としては、このシグマっていうのは前者上への写像と呼ばれるものです。でこれはどういうものかというと、その、どのですね、右側の J っていう数字に対してもある左側の JI から数字が移ってくるということを言います。で、定義ですと、その、A と B を集合として F を A から B への写像としたときに、その F が前者であるとは、その2位の B の元スモール b に対してある AA っていうラジ A の元が存在して、 B は A を F で移したものですよっていうことを言っています。これは図で表したのはこういう形なんですけれども、その B のこれは集合 A と B があって、で A から B への写像 F がありますというときに、F が前者であるとは、この B の全部の弦に対して、F で移ってくるような元の弦 A っていうのはこのラージ A の中にありますよということを言っています。でこれもと、ちょっと今のですね、シグマの対応で写像で実感するために、このシグマが前者でない例というのを挙げていました。でこの例はどういうものかというと、左側の54321をですね、全部右側の1に対応付けたものなんですね。でこれなんでこれが前者でないかというと、右側のですね、2とか3とか4とか5っていうのは左側からのどっからも移ってくる元の数字がないんですよね。でさっき言ってた前者の定義っていうのは、この本来ではこの右側の12345全部に対して左側のどっかから数字がこう対応付けられていますよっていうのが前者なわけです。ということで、こういうのが前者ではない一つの例ですので、ちょっと確認しておいてください。はい、で次に3つ目の性質として、これが数学リテラシーのことを全部やりますけれども、シグマは単者である、もしくは1対1作乗であるということが言えますということを、ものを扱うということですね。でこれはどういうことかというと、その左側の i と j がですね、その等しくなければ、この i と j はシグマで同じ数字に移らないということを言っています。でこれはもともとの単者の定義でいうと、A と B を集合として F が A から B への写像としたときに、 F が単者であるとは、その移る前のですね、 I と J がですね、等しくなければ、それを移った先は等しくないと、もしくは同値な条件としてこの対群を取りますと、移った先が等しければ元の移る前の弦も等しいですよという定義もあります。でこれどういうことかというと、図で書くとですね、これ、集合 A から B への写像 F が与えられたときに、これ F が単者であるとは、この A の弦 A と B が等しくなければ移った先も等しくないですよと、もしくは移った先が等しければこの移る前の A と B も等しいですよということを言っています。でこれもやはり、そのじゃあ単者である A とか単者でない A とちょっと考えてみると、少しは理解が進むと思うんですけれども、シグマが単者でない例として、実は先ほどのですね、前者でない例っていうのは単者でもないという例になっています。なんでかっていうと、この1っていう右側の数字ありますよね。1っていう右側の数字に、実はその左側の12345っていう数字が全部移ってくると。でこれはもし単者であるならば、1っていう数字にはですね、1個の数字からしか移ってきちゃいけないんですね。でところが、複数個の数字から1に移ってくるから、これは単者でないということになります。これもちょっと確認しておいてください。で、以上をまとめてですね、1、2、3っていう性質でやりましたけれども、これからそのシグマは全単者であるという性質を持っています。すなわち、前者かつ単者ですね。で、
一応前端者の定義はですね、まあ、A と B を集合として A から B への写像 F を考えたときに、まあ、F が前端者であるとは、まあ、F がさっきほど言いました前者かつ端者での両方に接し満たすということを言うわけです。というわけで、まあそうですね、いきなり痴漢というのが出てきて、で前者と端者と前端者が出てきて、かなりこうその抽象度の高さにこうかなり上空の雲を見上げるような心境かもしれませんけれども、まずはまあまあそんなここはそういうもんだと思ってもらえればいいので、まあ、実際にはこの後いろいろ計算手順などを示しますから、まあ、そちらの方を見ていってください。ということでとりあえずこの痴漢の定義をしておきます。でこれは教科書ですと66ページの一番上にあります定義3の2ですねでありますけれども、このシグマオメガですね、オメガというのを1から N の自然数の集合に対してこのオメガからオメガへの前端者シグマをオメガ上の痴漢と呼びます。でしかもこの痴漢というのはいろんな数字の写し方のパターンが考えられるんですね。で、N 個の数字があればその写し方っていうのは全部で、N の階乗個あるということをこの後すぐに示すんですけれども、その N 階乗個の痴漢全体の集合っていうのを考えて、でこれをオメガの対象群と呼びます。でこれを一応記号では S オメガとか SN という記号で表します。でここで皆さん群という言葉も初めて聞く人もいるかもしれませんけれども、群というのは数学でよく特に大数学で研究の対象になるものでして、これは一般にその集合のいろんな元に対してですね、この演算を定義したその大数的構造の一つを群と言います。でこの後でですね、この今定義した痴漢の積というものを定義しますので、まあ、そういうことも含めてこれ群というふうに呼んでいます。